じゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日も3連戦を振り返る。はい。交流戦ですね。ね、交流戦な。はい。いよいよ大詰めになってきたけども。もう第5カードということは、あと、そうそうそう、今回と次の第6カードで終わり。そうだね。ですが。はい。まあ。ですが。今5カード目、6カード目っていうのは、うん、もう DH がないからね。DH ないよって、ね、言っております。もう今後はないよっていうね。はい、ね、セ・リーグの本拠地にて行われる、ね、ということですね。だからまあ移動とすると、うん、やっぱパ・リーグの選手たちはちょっと振動もするよね。そうですね。はいはい。これからもよろしくお願いしますって、これ、看板屋ちいちゃんが言っておりますので、ね、はい、今日もちいちゃんよろしく。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、交流戦まだまだ大混戦ですが、はい、はい、はい、ということで、はい、結果こういうふうになっていきました。はい、まず阪神とオリックスはオリックスが2勝1敗で勝ち越し、はい、はい、DeNA と日本ハムは1試合雨でちょっとノーゲームということでね、そうだね、途中でもう降雨で中止ということで、プレーボールはかかったんだけどもね、ね、はい、ということになりましたので、はい、2試合ということで。はい、DeNA が2勝、はいはい、でジャイアンツと西武はジャイアンツの3勝、うん、はい、でヤクルトとソフトバンクはソフトバンクの3勝、はいはい、広島と楽天は楽天が2勝1敗の勝ち越し、はいはい、中日とロッテは1勝1敗1分けということになりました、はいはいはい、ということで、はい、ね、まずは阪神対オリックス、うん、ね、関西ダービーということでね、はい、盛り上がったと思いますが、そうですね、はい、阪神の方は村上、うん、西勇輝、伊藤、でオリックスの方は山本、外谷、山岡、はい、ね、ということになって、うん、1戦目、いや山本と村上の投げ合い、まあ素晴らしいよね、やっぱこの2人のピッチャーって、ね、うん、ただその4回2つのエラーから阪神がね、はい、満塁を作られ、うん、まあ、中川がタイムリーを打つという、うん、まあその間あの頓宮の走塁ミスもあったんだけども、はい、まあ、村上がちょっと失点をするというね、うん、まあだけど1失点かな。で7回は山本もミスエラーから満塁を作られるんだけど、うん、まあやっぱさすがだね、うん、まあ、0点に抑えるというね。で9回、はい、この試合でね、フォアボールのランナーを置いて大山のセンターへの大飛球、これもう入ったと思ったよ、うんうん、でもこれを中川が大ファインプレーするんだよね、うん、でもう完全にあのなんていうのかな、入らないにしても抜けたっていうふうに思ったし、で取れなくてフェンスに当たると思ってたんだけど、はい、それをジャンプ一番本当によく取ったと思うよ、うん、もうドンピシャのタイミングだったんですよね、うん、だからもう本当に勝利をつかんだというようなね、うん、まあ、中川のプレーは見事だったね、はい、で山本が8回、うん、112球2安打、うん、11奪三振、まあ、無失点というね、はい、で村上、うん、8回112球もう同じ球数なんだね、すごいですね、うん、4アンダー9三振、うん、もう全く引けを取ってないんだよね、はい、だけどまあ2失点の自責は1ということでね、うん、負け投手にはなりましたけど、はいはい、ただねこの試合でやっぱり目立ったのはエラー、そうですね、交流戦だけで13エラーしてるんだ、うん、阪神ですか、阪神が、はい、だからちょっと多いなということでね、ね、ちょっと、うん、この試合3失策ということで、ね、そうそうそう、だから、うん、少し疲れも来てるんだろうし、うん、まあちょっとこうエラーが増えてきたなっていうね、うん、まあ、そんな感じがするんで、もう少し緊張感を持って、ね、うん、堅い守備じゃないと勝てませんよという、特にこういったロースコアなゲームだとね、そうなんだよね、うん、はい、はい、で2試合目、はい、西勇輝、外に、まあ、1回外にの立ち上がりをね、うん、まあ、ノーアウト満塁ということで、はい、作って大山が犠牲フライ、うん、ミエセスがタイムリー、はい、まあ、ワイルドピッチもあってランナー進み、うん、まあ、佐藤が2点タイムリーというね、まあ、佐藤は16打席ぶりの、まあ、ヒットがやっと出たという、はい、うん、でこの試合近本も22打席ぶりの、うん、まあ、ヒットが出て、まあ、先頭打者でね、やっぱ近本が22打席もノーヒットっていうのはちょっと考えにくい、うん、考えられないんだけども、うん、まあ、この試合でね、先頭で出ていって、
チャンスを作ったっていうのは大きかったかな、うんうんうん、はい、はい、まあ4回には近本ノイジーのタイムリーとかね、うん、まあ打ってほしい人が打ったという試合だったね、はい、でこの試合で宇田川が戻ってきて、まあ四球から木浪がタイムリーを打って失点するんだけど、はい、宇田川投手、まあ、宇田川ね、はい、だけど戻ってきたっていうのが大きいかなというふうなね、うん、はい、まあそんな感じがします、はい、で曽谷はやっぱね、フォアボールからちょっと崩れる傾向があるんで、うん、やっぱ無駄なことをしない、うん、ね、フォアボールのランナーを返されるというケースが多かったんで、うん、はい、まあ、ここら辺は次の登板に、生かしてほしいなというね、はい、まあ、そんな感じがします、うん、はい、それで西、はい、12球団全球団から勝利を挙げた、うん、これは何人ぐらいいるか知ってる？なんかね、この間もそういった投手がいましたが、何人ぐらいなんでしょう？20人目。おお、ね、まあまあいるなっていうね。でもやっぱり少ないですよね。まあまあね。ただまあ交流戦が始まってからね、うん、まあ、そういう機会も増えてるし。そうですよね。あ、まあでも移籍しないと自分の所属したチームには勝てないわけだから。そうですよね。まあ20人目ということで、ね。はい。で、はい、今日の試合、うん、ね、伊藤と山岡3対2、はい、オリックス、うん、ね、まあ伊藤は素晴らしかった。はい、7回105球4安打1失点という。うん、ね、ただオリックスの方は山岡を早々に諦めて、はい、まあ、4回ぐらいだったかな、そうです、5回ですかね、5回ね、うん、で山田、阿部、小北、ワゲスバック、平野とつないで小北をつないで、勝ち取り、うん、でも2対1で勝ってたんだよね、はい、阪神が、うん、でセーブシチュエーションで湯浅、はい、登場ね、ね、頓宮に抜けたフォーク、杉本にはストレート完璧に打たれて、うん、負け投手という ね、 ね、うん、だから頭痛いのはさ、うん、交流戦に入って湯浅がやられることが3回ぐらいあるんだよ ね、 そ う、 ですね、うん、まあ、そうなってくると、うん、やっぱもう変えなきゃいけないかなっていう、ね、岩崎がいいんで、うん、もうそのままそ後ろに持っていくのか、経験もあるしね、うん、はい、やっぱこのままではこういう試合を続けてるようではね、うんうん、ちょっと阪神も苦しくなるかなっていうような、そうですね、あ、感じがするよね、うん、まあ、それも阪神の投手陣の打たれ方っていうのは2アウトランナーなしから森がツーベース、頓宮がタイムリーとかね、うん、うん、だから2アウトせっかく取ってんのに長打を食らってタイムリーを打たれるというね、うん、まあ、そこら辺も気をつけなきゃいけないし、ただ前側のヒットを足がかりに、うん、まあ、エラーで同点とか、まあ、ピッチャーの伊藤がタイムリー打ってね、自分で自ら、はい、まあ、2対1にひっくり返したんだけども、うん、まあ、もったいない試合を落としたというか、ね、まあ、これからやっぱちょっと弱さをどうするのかっていうことをやっぱ考えなきゃいかんね、これはね、うんうん、ね、ちょっと9回でね点が入ってしまうパターンが、 そうそれとね、打たれた後のやっぱ姿が、うん、やっぱこううずくまったりだとか、ベンチに帰っても少し泣いてたような表情もあったし、うん、だからちょっと精神的に結構きてるのかなっていうような気もするんで、うん、はい、だから少し考えてやった方が湯浅のためかなっていうふうに、ん、チームとしては湯浅に抑えをやっぱやってほしいと思うんだろうけども、うん、だけどちょっと精神的にいっぱいいっぱいになってるかなっていうような感じがするよね。そういう時にやっぱこういう結果がついてきてしまうと余計、まあそうだね、ね、うん、余計に、ね、うん、やっぱいい位置にいるだけにね、周、うん、に立ってるだけに、うん、やっぱここら辺は少し早めに手を打った方がいいかなというような気がする、うん、はいはい、はい、続きまして、はい、DeNA 対日本ハム、うん、ね、DeNA、はい、今永バウアー、はい、日本ハムは上原加藤、うん、ね、3試合目は東と鈴木が、うん、投げ合ったんだけどもね、はい、中止になりました。2回でしたかね。そうだね、はい、3対3でね、うん、もう大荒れの試合になる、土砂降りでしたね、土砂降りだ、ゆたかさん言ってましたもんね、もうそうだね、はい、はい、ということで1試合目、はい、5対3、うん、DeNA、はい、まあ今永もね、昨年ノーヒットノーランやってるチームなんだよね、日本ハム相性がいいと思いきや、はい、やっぱり日本ハムもこうしつこいね、うん、2回、はい、ノーアウト満塁、うん、まあ、3連打で作るんだよ、うん、だけど
まあ、1、2、3のゲッツーで0点に抑えるという、うん、まあ、ここら辺今永もやっぱこう落ち着いてるのかどうか知らないけどもさあの非常に、うん、あの良かったよね、うん、それとねこの試合ね日本ハムがピッチャーを8番に入れてるんだよね、上原を。そうですね、うん、それでね上原って二刀流をやるかっていうぐらいバッティングがいいのよ。二刀流って話ありましたよね。あったよね、はい、いやだけどね今永をいきなり打てって言っても難しいよ、うん、上原に、うんうん、だからちょっと8番に入れたのがちょっと失敗だったかなっていうような感じがするよね。なるほど、はい、うん、でも DeNA が2アウトから、はい、5連打で2点を取るというね、はい、うん、大和、戸柱、今永、関根、桑原って、ね、あ、まあ見事だったよね、うん、それで5回、まあ1点を許した後ここでね、ま、あのマルティネスを今永が牽制で刺すんだよ、うん、セカンドランナーでね、はい、だからこのプレーもやっぱ大きかったね、うん、うん、まあ、ただあの関根小原の 1,2 番は最初からこう関根と小原で 1,2 番で行ってほしいなって思ってたんだけど、うん、やっぱこの2人っていうのは今年いいね。ねえ、でこの試合で中軸3番4番5番6番がノーヒットなんだよ、うん、だけど下位打線からつないでって 1,2 番に回してきて、関根が3打点、桑原が2打点というね、うん、ね、まあ、どっからでもチャンスを作って返していくというね、うん、まあ今一番乗ってるチームかな打線では ね、 ね、うん、ただ桑原選手そうなんだよね、ちょっと故障でね抹消されたけども、とっても痛い離脱ですかね、うん、うん、まあ勝負どころはもうちょっと先に来るだろうから、はい、まあ、オールスター明けぐらいから、だから今無理しないで、うん、やっぱこうしっかり直してね戻ってきてほしいなっていうふうに、ん、まあ、ふくらはぎでしょ、肉離れですかね。そうだね、だからこれどのぐらいかかるんでしょうね。まあ1ヶ月はかかるよね、うん、1ヶ月はかかるし、ふくらはぎっていうのは再発の恐れがあるんで、うん、まあ本当にしっかり直してほしいなっていう、無理はしないでね。まあそうだね、はい、はい、ね、はい、はい、ということで2試合目、うん、バウアー対加藤2対1、はい、ね、2時間8分、すごく早い試合でしたね。いやね、うん、で、まあ、清原も戻ってくる、石井が戻ってくるとかね、うん、まあ、清宮、あ、清宮、誰、なんて言った清原って言う、あ、すみません、もう清ってつけば原になってる、ね、まあ、清宮が戻ってくる、清宮選手ですね、うん、まあ、両投手ともね、うん、まあ、完投するんだわ。そうなんですよね、バウアーは中4日でね、うん、でバウアーは9回113球3安打12奪三振、はい、1つのフォアボールに1失点、うん、この1失点がまたホームラン打たれちゃったという万波にね、本当にね、はい、はい、で加藤は8回、うん、102球7安打4三振、はい、やっぱり四球を与えないよね。本当ですね。で2失点という、うん、ね、2時間8分のゲーム、もう本当にこの2対1というね、はい、スコアもすごく少なくね、まあそうだね、万波が12号パ、ね、リーグトップのね、うん、ホームランを打つけども、はい、ここでねやっぱ明暗を分けたのは、うん、センターの守備なんだよね。ああ、はい、で野村の当たりを海老名が桑原の代わりに上がってきてね、そうですね、うん、それでジャンプ1番、うん、取ったんだよね、うん、それに引き換え、うん、まあノーアウト2、3塁かな、外の打球をアルカンタラが、うん、やっぱね慣れてないと難しいよ、フェンスは取れそうな感じにジャンプはしていましたけれども、ね、まあ普通の外野手だったらセンター、うんうん、まあ今日センター江越がスタートしてたけど、はい、江越だったら絶対取ってる。なるほど、あ、だからまあこういうこう不慣れなポジションで、うん、まあミスが出たというのはね、まあ非常にうん、まあ勝負を分けちゃったかなっていうような、うん、まあ加藤には気の毒だなっていうような気がしたよね、うん、うん、ただバウアー、はい、ね、うん、やっぱさすがです。さすが、9回にピンチランナーエゴシが出てきたんだよね、うん、で2投3投決められるんだよ、うん、でワンアウト、あー、サードを作られて清宮、加藤ってさ、はい、続くんだよね、うん、
まあ、そこで三振三振に打ち取るんだけども、うん、その時に出たのが最速の156キロ、ね、9回に。やっぱね、スタミナはすごいわ。もう中4日で完投、うん、ねえ、すごいですね。いやーすごい、うん、やっぱり底力を持ってんなっていうようなね、うん、まあそんな感じがしたけども、まあただ9回にね、反省すべきは9回に江越に2投3投されて、うん、ワンアウトサードを作られるというね、うん、これは外野フライで同点だから、はい、うん、まあ江越の足もすごいけど、うん、まあ、ちょっとランナー無警戒っていうのがね、うん、まあ多少気になった試合ではあったけどもね、ということです。はい、ね、はい、ということで日本ハム対、DeNA 対日本ハムでした。まあね、はい、うん、このあと1試合がどうなるかね、うん、楽しみですけど、はい、はい、巨人対西武ね、うん、巨人メンデス、はい、戸郷、山崎伊織、うん、西武松本、エンス、与座、はい、ね、メンデスが3対0で巨人、うん、メンデスが6回96球、4安打6三振、まあ、フォアボールはちょっと多かったんだけどね、まあ、ランナー毎回出すような感じの投球だったんだけど、はい、まあ、要所をよく抑えたよね、うん、それで無失点に抑えるというね、うん、岡本が先制の二塁打、うん、丸がホームラン、大城のスクイズ、うん、ね、うん、大技あり小技ありみたいな、コツコツと点を重ねて、そうそうそう、はい、まあ、それで3連勝というね、うん、巨人の野球に流れが出てきました、はい、ね、この、まあ、この試合というよりもスクイズは、なんて言うんだろう、大城がスクイズやったんだよね、うん、でこれはこの西武を意識してこの試合に勝つとか、まあ、勝つことももちろんそうなんだけど、やっぱ追い上げるために、うん、阪神 DeNA を、なるほど、なんかね、大城にもやらしとこうっていうような、うん、そういう風なサインに見えたんだよね、うん、だからまあ巨人は乗ってきてるよ、なるほど、うん、で丸も当たってきてるし ね、うん、でだから役者は本当に揃いつつあるというかさ、うん、まあ怖いチームだよね、これね、いい状態で交流戦を終えてみたいなところなんですよね、そうそうそう、でやっぱりこうね、競り合いになるとやっぱスクイズとかね、はい、そういう小技も含めているなって、うん、まあピッチャーがね、両チームともいいから、うん、阪神と DeNA が、ね、まあ、なかなかホームランが出ない時に、まあ、大城がスクイズをやったようになんか意識してんのかなっていうような感じがしたよね、うんうんうん、はい、で2試合目、はい、戸郷エンス7対1、はい、戸郷が8勝目、うん、ね、要所を抑えるという、まあランナーも出すんだけどもさ、はい、なんか要所要所でやっぱきちっと決めてくるよね、うん、うん、だからまあランナーは出すけども点はやらないというね、うん、まあそういうピッチングだったけども、まあ西武はね、ちょっとベンチワークのミスが追加点につながったというね、うん、でエンスがピンチをもらったとピンチを迎えた時に、はい、ベンチからピッチングコーチが出るんだよね、うん、で、まあ帰るでしょ、うん、だからその初球にワイルドピッチしたんだよ、うん、はい、ね、うん、そしたら松井監督が出てきて、うん、ピッチャー変えようとするんだけど、うん、ピッチングコーチが一回行ったらそのバッターに対しては完結しないとピッチャー変えられないんだよ、はい、だからそれをやっぱ悩んでんだろうね、いろいろ考えて、うん、頭の中クリアになってないんだろうね。なるほど。でそういう中でのワイルドピッチがあると、うん、ちょっとなんていうのかな、パニックじゃないですけど、うん、ちょっと混乱して、まあ、そうだね、まあ、それと、うん、エンスの気持ちを考えるとピッチングコーチが来て、うん、ワイルドピッチして、うん、監督が出てきて変えられない、うん、そしたらやっぱり変えるタイミングが悪いから打たれるんだよ、うん、それはエンスの気持ちも考えたらやっぱり打たれるよね、なんか、うん、モチベーションがないもんね、もうごちゃごちゃしちゃって、そうそうそう、僕は変えられるんだろうかみたいな、ね、そうそうそう、ところだと気持ちが、ね、切れちゃいますよね、うん、だからなんか西武は迷いながら、うん、まあ、戦ってるなっていうような、うん、そんな感じがしたね、うん、はい、でこの試合で、中田が1500本安打、はい、ね、そうですね、この試合でも2安打1打点というね、うんうん、
はい、はい、でこの試合は戸郷がスクイズ、岡本ホームラン、丸3安打、まあ15安打で7点を取るというね、まあジャイアンツが4連勝という、はい、乗ってきたぞってね、はい、で3試合目、はい、3対2巨人、梶谷、サヨナラヒット、はい、平井のフォークボールを左中間にサヨナラだと、ね、まあ、梶谷のヒーローインタビュー聞いたら、いや配球ばっかり考えてましたみたいな前のバッターが申告敬遠でみたいな、熱くなりましたかっていう、まあ多分そうだろうなっていう準備はしてましたってやっぱ何事もやっぱそういうふうに準備が必要で、やっぱ冷静な自分とやっぱこうカッカカッカ来てたら配球なんか考えてなかったと思うんだよ ね、 ね、うん、でもね素晴らしい方向を投げたと思うんだよ、はい、平井も、うん、でもそれを向きにならずに左中間の方に流し打ったよね、うん、見事なサヨナラヒットだったなと思って、うん、でこの試合山崎より8回105球、はい、うん、6安打2失点、うん、でもね彼は成長したね、うんうん、やっぱゲームをしっかり作るし、やっぱここって言った時のボールを持ってるね、シュートという、うん、だから見事なピッチングだったし、まあ与座もすごく良かったんだよ。6回3分の2、99球、3安打2失点、うん、でね、この試合で、まあ、7回に、はい、巨人が追いつくんだけど、マキノンのところに飛んで、ゲッツー取れなかったんだよね、でランナー残っちゃったのよ、はい、そしたら大城にタイムリーを打たれるんだけど、はい、その前の2打席っていうのは大城は外の低めのボールでやられてたの、はい、ね、なんでか知らんけど西武のバッテリーが高めを構えるんだよね、うん、まあ、確かに2打席抑えてると3打席目は狙われるっていうようなそんな感じがしたんだろうけども、はい、同じで俺は良かったと思うけどねやっぱ甘いボール嫉妬になっちゃったね。なるほど、うん、それをタイムリーを打たれるというね、はい、うん、まあ、ちょっともったいなかったかなっていうような感じがするよね、はい、ただこの試合で、うん、まあ、ジャイアンツはねサヨナラにつながる場面でオコエのバントとか、はい、大勢がね危険球退場になってノーアウト1・2塁、うん、中川が緊急登板してきて、うん、抑えるんだよ、うん、やっぱね投打とも歯車が合い出してきたなっていうね、はい、まあ、そんな感じがするよね、うん、みんなの力で勝つようになったというね、例えば岡本のホームラン、岡本のあのホームランだけで勝ったんじゃなくて、うん、みんながいい仕事をし始めたということでの5連勝、なるほど、これはやっぱジャイアンツは持ってきたかなっていうような感じがするね、うん、はい、はいはい、続きましてヤクルト対ソフトバンク、はい、まあ、ヤクルトは小川、高橋奎二、サイスニード、うん、ソフトバンクは有原、東山、坂東というね、はい、はい、で1試合目、5対1、うん、ソフトバンク、はい、まあ、有原が6回92球5安打2三振1失点復帰後初勝利、はい、ね、おめでとう、おめでとうございますね、日本球界に復帰後っていうことですね、そうだそうだそうだね、うん、で、まあ、2、3振しか取らないんだけど、うん、やっぱね、向きにならなくなったね、彼、本当に。これ、前回登板した時も、そうそうそう、言ってましたよね。本当に向きにならなくて、やっぱ周りを見ながら冷静に投げれるような、そんな感じがするよね。なるほど。で、この試合で、まあ、初回、うん、中村の先制打者ホームランで先制、はい、ね、5回。その中村のヒット、はい、バントを今宮が失敗するんだけど、うん、その後近藤がツーランホームランで流れが変わりそうなところで近藤が救うんだよね、うん、やっぱコンちゃん当たってんね今ね、だけど7回にはバントを失敗した今宮がツーランホームランという、うん、ね、やっぱねしっかり取り返していくわ強いチームは、うん、でヤクルトは青木のホームランだけというね、ちょっとソロだったので1点っていうことですけど ね、まあ、早稲田の後輩になるんだけどね、はい、後輩には負けないぞみたいなでこの日ニュースが入ってきて、はい、デスパイネが戻ってくるというおお ね、 ね、なんかやる、ね、デスパイネが戻ってくる体験似てるとそうだなはい、という1試合目でした、はい、で2試合目、うん、3対2、まあ、ソフトバンクだね、うん、2回
栗原がツーランホームランで、まあ、先制、はい、その裏長岡のタイムリーで1点を返すけども、うん、まあ、3回に、近藤がそのホームラン、うん、その近藤がピンチの場面で、うん、高橋奎二が打った打球をファインプレーするんだよね、はい、うん、点をやらないという、うんうん、ただその飛びついたのがいかんかったかどうか知らないけど、うん、6回途中から近藤が引っ込むんで腰が抜けた感じがしたみたいな、ね、うん、ですかね、やっぱね状態が上がってくると、うん、グラウンド駆け、ま、巡るでしょ、はい、で塁に出るでしょ、うん、やっぱ相当負担も来るんだよね、うん、で、まあ僅差3対2、うん、8回9回モイネロオスナーで逃げ切るというね、うん、いやあのね、はい、高橋がちょっと高橋刑事がちょっと心配でさ、この間からね、この前のロッテ戦も、ね、うん、あんまり良くなくてさ、うん、まあ左に対して確かに栗原と近藤っていうのはパ・リーグで代表されるような左バッター2人なんだけど、はい、この2人にホームランを打たれての3失点なんだよね、うん、で高橋刑事の球威とか持ち球とか考えると、うん、やっぱ左にこんなに簡単にホームランを打たれちゃいけないんだよ、うん、だからここら辺がねちょっとすっきりしないところかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがする試合だったね、うん、何か、うん、何かね、何でしょうね、やっぱり勢いで投げていくピッチャーだからね、うん、だからまっすぐの走りが昨年ほど走ってないと思うよ、うん、なるほど、うん、ただ東山、うん、やっぱねこのピッチャー粘っこいな、粘っこい、粘っこい、はい、やっぱ大したもんだと思うわ、うん、はい、はい、ね、うん、で3試合目9対7、はい、もうひどい試合でしたまあひどいというか、うん、雨でねコンディションも悪いからピッチャーも投げにくかったと思うけども、これよく最後まで試合できましたね、まあまあそうだね、振ってましたよね、そうだね、うん、でね、まあ、7対7の同点で延長に入るんだ、はい、うん、で延長10回、うん、上橋のヒットで、うん、海が送って代打野村、これが初球をね、レフト前に打つで、はい、1・3塁なんだよね、うん、で中村がフォアボールで満塁になるんだよ、かちょっと待ってね、うん、でマウンド上には清水、うん、はい、でそれまで野村に対しても変化球を打たれたんだよね、フォ、うん、ークかなんかをね初球に、はい、で今宮を迎えた時、はい、満塁で、うん、開き直ったのかなと思うぐらいまっすぐまっすぐで押していくわけよね、で結局追い込んでから打たれる2点タイムリーを打たれるんだけど、はい、そのボールがフォークだったのね、うん、落ちない、うん、それを拾われて、拾われてっていうかもうバットの先の方で、うん、レフトに持っていかれて2点タイムリーになったんだけどもさ、はい、うーん、まあこの試合いろんなことがあったよ、うん、本当に、うん、村上の三四球、いやフォアボールでもね、サンタナオスナが打ってくれるから得点に絡んでくるし、うん、まあ、貢献してるなっていうふうな思う節もあったし、はい、まあだけどこの集約されたのはやっぱ10回なんだよね、なるほど、うん、うん、でね、ここ何を言いたいかというとさ、うん、もう開き直って全部まっすぐで抑えに行ってほしかったんだよね、うん、なるほどね、うん、そこまでまっすぐそう、うん、で今宮も空振りしてるし、うん、詰まった当たりのファールボール、ファールフライを打ってるし、うんうん、だからあ、まっすぐに押されてんだっていうちょっとそういう感じを受け取ったし、その清水が投げてるなんていうの、気迫というかさ、うん、開き直った気持ちにちょっと押されてんのかなと思ったの今宮がね、だけどそこでスッとフォークを投げる、落ちればよかったんだけど落ちないフォークだったんだよね、で野村にも落ちないフォークだったと思うんだけど、はい、やっぱその日のフォークはダメだっていう風に捨てきれれば俺はなんか まだ試合やっているような気がするよ、うん、なんかね、うん、清水のあの自分を信じてほしかったなっていうようなね、なるほど、まあ、そんな感じがした、はい、はい、でまあ、この試合サイスリードがやっぱ7失点、うん、ゲームを作れない、はい、ただサンタナオスナがね、まあ、いい働きもしてくれてるし、うん、まあ、7点取るというね、うん、活躍も見せてくれてる、ただ
ソフトバンクの方は今宮、牧原、上原、まあ、近藤は代打で出てきたんだけども、やっぱこういろいろこう打順の中で上原、上林ね、上林、はい、うんうん、で近藤が代打でねまた出てきてヒットを打つとか、はい、うん、だからそのポイントポイントでこう仕事ができる人がこうたくさんいたということだよね、はい、それで9点になったという、うん、はい、はい、まあそれで、ソフトバンクは3連勝という、はい、ね、柳田が、うん、当たってればもっと楽には勝ったと思うんだけど ね、 やっぱりちょっと状態はあんまり良くないね、やっぱりね、うん、はい、はい、広島対楽天、うん、ね、大瀬良、栗、コルニエル、はい、言えましたか、コルニエル投手です ね、 ね、はい、うん、楽天、はい、則本、田中マー君、うん、庄司、はい、ね、6対3楽天、うん、うん、ね、4回小深田がね、はい、この試合初ヒット打つんだよ、うん、それから止まらないんだよね、うん、まあ、浅村がつなぎ、はい、岡島のスリーランホームランで先制、うん、その後も連打で4回、7本の長短打を集め、うん、5点を取る、ね、うん、もう一気に5点でしたね、そう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 、うん、で広島が3連敗、うん、大瀬良4連敗、はい、大瀬良5回97球9安打5失点、はい、うん、ちょっとやっぱこうエースがこのような状態だとちょっと困るな、うん、うん、達川さんが言ってたんだよね、今年の大瀬良を見て、うん、これは15勝絶対するけって言ってましたか、うん、シーズン前、そうそうそう、うん、ある番組に出てね、はい、で大丈夫ですかって俺も聞いたことあるんだけど、うん、いや大丈夫、今年の大瀬良は違うけって言ってたけどさ、はい、まあちょっと勝てないね、なかなかもう達川さんあれだよ、解説者辞めるっつってたから、大瀬良ができんかったらわしのもう見る目がないんじゃ言うて大変ですね、いや大変だけど、うん、本当に辞めるんですかって言ったら、いやこの番組にはもう出なくなるだけだっつってたけどね、そう言ってた番組そう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 まあだけどちょっと大瀬良頑張らないからね、ただ楽天はやっぱ打線がつながりだしたね、はい、うん、一挙に5点長短打、長短打、うん、4回に7本のね長短打を集めて一挙に5点という ね、見事な攻撃だったよね、はい、はい、で2試合目、うん、4対3、ね、広島、はい、ね、岡島のホームランで先制、うん、2回は菊池の2点タイムリーで逆転、うん、ね、4回は林が落球、うん、菊池がねいいプレーしたんだよ、はい、で一塁に投げたんだけど取り損ねたんだよね、林が、林もや林ちょっと守備考えなきゃんな、うん、まあそれで、まあ、同点になるんだけども、はい、まあ、5回は山崎のファインプレーでダブルプレーをするとかね、うん、はい、まあこう締まったゲームはなかなかしてるんだけども、はい、まあ、7回相手のミスから野間がタイムリー、はい、で勝ち越し、うん、で9回浅村の同点ホームラン矢崎から、うん、で9回は上本のヒットから、うん、野間が、まあ、一塁ベースに当たるサヨナラヒットで、勝つという、サヨナラヒットは4年ぶりというね、野間はね、まあ、ヒーローになるんだけども、この試合はね、うん、野間選手大活躍ですね。だけど何を言いたいかというとさ、うん、やっぱ9回浅村に、まあ、フォークかなちょっと抜けたの、まあ、同点ホームランを食らうんだけどもさ、はい、ちょっと矢崎も矢崎も少しちょっと辛くなってきてんのかなっていうね、うん、まあ、疲れがきてんのかなっていうような感じがしたね。なるほど、まあ、だけどよく勝ち切ったよね、うん、だけど勝ち切った裏に栗の好投、ね、まあ、7回3安打2失点というね、うん、まあ、見事な、まあ、栗に勝たしてやりたいね。そうですね、この試合もね、栗投手には勝ちがつかない。そうなんだよね、のでね、はい、はい、で3試合目、うん、ね、7対11、11対7、はい、楽天、うん、3回までに6失点コルニエル、はい、まあ、5失点かな実質はな、うん、はい、まあ楽天の方は初回
単打ばっかり集めて5安打で4点取るという、うん、はい、いや見事だよね、ここのところのつながりっていうのを考えると、うん、だけど4回に4点、はい、6回には3点取られて逆転されるんだよ。そうですね、うん、ただ庄司も勝ち投手の権利を持ってたと思うんだけど、うん、だけど打ちか、はい、まあ、やられたよね、うん、うん、だけどここら辺の逆転ができる 6-0 から逆転できる 7-6 に持っていくという広島のやっぱ粘りは素晴らしいね、これはね。まあしかし、まあ、島内が3失点、うん、で一番心配だった栗林が2失点というね、ホームラン打たれて、まあ中継ぎは抑えられないというね、まあ楽天は打線がつながりだしたからね、明日からのジャイアンツ戦非常に楽しみだけどもね。ね、ジャイアンツもね、こう調子が上がってきてるっていうところで。で、ジャイアンツは交流戦で西武楽天って当たるって、うん、いや、下位のチームに当たるから有利じゃないかって言われてるけど、うん、今の楽天っていうのは非常に打線のつながりも良くて、うん、結構強いよ。だからジャイアンツは怖いと思うよね。なるほど、はい、でね、この試合でね、俺は、うん、まあ矢崎が、うん、2試合目に浅村に同点ホームランを打たれたよね、はい、でこの試合栗林を使ってみて、うん、抑えに変えようかなっていう風な目論みがあったと思うんだよ、新井監督の中に、はいはい、うん、まあ2点負けてる状態でね、うん、マウンドに上げたんだけどもさ、だけど2失点をするという、うん、これはね広島にとってやっぱ抑え問題が阪神のように出てくると思う。なるほど、うん、うん、だから栗林がここをねピシッと3人で抑えて2点差で9回裏を迎えれば、うん、なんていうことはなかったと思うんだけども、これはやっぱりちょっと広島苦しくなってきてるね。そうですね、後ろの方のピッチャーがね、うん、うん、で庄司が勝てない、はい、なかなか勝てんもんやな、一勝って難しいなこれ。もうなんかね、うん、一気に4失点をするとかさ、うん、ちょっとスタミナがないのかな、ね、どうなんかそんな感じがするよね、はい、早くね一勝したいでしょうね、うん、もうそれはやりたいな、ね、ゲームを作ったりとかしてるからね、うん、はい、最後、はい、ね、中日対ロッテ、うん、高橋宏と涌井柳、うん、ロッテは小島谷内、はい、美馬、うん、ね、はい、7-0、はい、高橋宏と、うん、プロ入り初完封おめでとう、おめでとうございます。9回125球、うん、5安打、うん、9三振、2四球、うん、ね、これで2勝目ということなんでね、今シーズン。そうなんですよね。でね、この試合ね、小島はね、珍しくねクオリティスタートができるピッチャーなのに、うん、ものすごい乱調だったね。うん、で2回福永が盗塁、木下のタイムリーで先制、うん、その裏福永が2人を置いて、4回にタイムリーね、2点タイムリー、ね、6回は細川ツーラン、ビシエドソロホームラン3点と得点力が上がってきて都合7点を取ったという、ね、まあ高橋宏とやっぱ力あるわ、うん、それとやっぱこの試合はすごく楽に投げられたと思うんだよね、うんうん、得点もあったし。そうですよね、いつも援護点がなくてさ、うん、もう1点もやれない、ね、塁にも出せない、うん、もうなんかこう球球で投げてるんだけど、うん、この日はちょっと伸び伸び投げてたね、うん、でバンテリンっていうこともあるしさ、で相手打者を見てもそんなにホームランバッター打たれるようなバッターがいないから、うん、だからまあ割と力まなくてちょっと気持ちに余裕が持てた、ね、で要所要所で力を入れてくるというかさ、うん、か非常に良かったな、うんうん、やっぱ気持ちいいねこのピッチャーは、うん、見てて、うん、はい、2試合目、はい、涌井谷内2対1ロッテ、うん、ね、涌井の時には本当援護点ないんだよね。このフレーズもよく聞きますね。本当だよね、うん、で2回にね、まあ、安田が変色で2塁打、岡の連打で、うん、まあ、先制というね、うん、
5回には藤原がレフト前だと思ったのを、うん、大島のちょっと看板の守備を見て二塁打にするんだよね、はい、うん、で山口がタイムリーを打つというね、うん、だから非常になんかこうベテランがそういうことやっちゃいけないよみたいな、まあ、その感じがあったんだけどもね、はいはい、で6回岡林のタイムリーで1点差になるんだけども、うん、この日は細川がちょっと良くなかったね、うん、まあ、3三振を食らうという、まあ、少しブレーキになったというね、うん、ただ、まあ、2対1、うん、ね、両チームの中継ぎが頑張るわ、ねね、この2つのチームはね、うん、中日ロッテはで涌井は6回2失点、ね、種市は5回3分の2、9三振という ね、うん、ね、三振多く取ったね、この日はね、うん、まあだけど涌井は本当に今5勝ぐらいしててもおかしくないよ。今もう5、6勝7敗ですかね、うん、2勝7敗ですね。だから逆になってていいよ、うん、7勝2敗ぐらいの成績を残しててもおかしくないぐらい、うん、まあいいピッチングをしてるよね、うん、はい、で最後、はい、引き分けです、うん、ね、柳、ね、もう本当に柳を見てるとかわいそうになるんだけど、はい、まあ、9回まで投げて、うん、123球5安打1失点、うん、まあ好投ですよ、ね、ね、その9回、はい、ね、柳に代打を送られるわけだ、うん、ワンアウト満塁まで行く、うん、ね、加藤、溝脇が打てない、うん、外野フライでも勝てた、さよなら、あーやった柳が勝ったみたいなことがなかったねえ、うん、まあ1回藤原の、まあ、2塁だからね、まあ、中村がタイムリーを打って、うん、まあこれ1点を取るで、うん、ワンアウト満塁から岡林の、まあ、内野ゴロで内野ゴロの間に1点を失うという美馬はね、うんうん、まあそういう試合だったんだけど、中日がかなり押してただけにね、ちょっともったいない引き分けだったかなっていう、うん、まあただそのロッテの方の中継ぎもやっぱさすがだね、点をやらないもん、うん、東とかね、ね、まあ非常にいいよ、あのクイックだとタイミング合わないもんね、うん、うん、なるほど、はい、まあそういう3連戦でした、はい、ね、それで、うん、オリックス、頓宮、はい、頓宮君、頓宮君すごいな、彼は、うん、覚醒したというか、いやもうここのとこずっと絶好調ですよね、もう本当だよね、うん、でまあ首位打者だしさ今、うん、で今年このままだと首位打者本当は取りそうな、うん、いいバッティングしてるね、うんうん、やっぱ違いますかね、今シーズンはもう全然違う、一味違うぜ、うん、みたいな、そんな感じがする、ね、で、うん、まあバウアー君、バウアー君ね、まあ、バウアー投げたらバウアー君がしっかり入ってくるようになった、なんかこう登板のたびにこう新しく進化してるような気がしますよね、良くなってきたな、うん、本当に、まあ、うん、あとはホームランを打たれないことと、ね、あとはねやっぱりね、うん、各チーム足を使ってくるな、はいはい、だからその足対策ということを少し考えた方がいいよっていうことだね、うんうん、あんまそういうことが今まではなかったんですかね、あのこんなに走り回られるというか、まあ、そうだね、やっぱ接戦に持ち込んでくるとさ、うん、接戦になってくるとどうしても日本の野球って足を使ったりだとかさ、うん、まあそういうことをしてくるからね、うん、だからちょっと気をつけた方がいいよっていうこと、はい、でもさすがです ね、 ね、で丸君、うん、ね、当たってきました、ね、ホームランもパカパカ出だしたし、ね、うん、ね、誰にしようかなって考えたけれどもやっぱり、うん、丸選手かなっていう感じですかね、まあ、そうだね、うん、梶谷君、ね、よくやりました、さよなら、はい、うん、で、こんちゃん、はい、ね、ポイントになりました、ね、ね、よくここに何度目かの登場ですけど、そうそう、まあ、録画剤ってすごくいいんだけどさ、うん、まあ、心配なのは今日代打で出てきたけども、うん、まあ、腰が抜けたような状態になったとか、まあ、そういうこと言ってるし、うん、まあ、ちょっと心配よね、ね、はい、この辺大きなことにならないことを祈りますね、そうだね、はい、うん、で広島、はい、岡島君当たってきてんだよ、いやすごく、はい、うん、
島内があんま良くないんだよね。うん、まあ今日は代打でヒット打ったみたいだけど、はい、岡島がいいよね。なるほど。岡島がポイントを握ってるような感じがする。うん、まあ、スリーラン打ったり先制、タイムリー打ったりだとかさ、まあ結構こう乗ってきてる選手だね。うん、なるほど。はい。はい、で最後高橋宏斗君フルネームだよ。はい。ね、初完封おめでとう。はいよ。ね。ね、あなたの力は。本当にこのぐらいの力は常に出せるようなポテンシャル持ってるわけだから、うん、ね、威風堂々と投げてください。ね。ね、うん、どんな場面でも威風堂々としててください。はい。ね。こちら素晴らしいピッチャーになります。はい。ね、またさらにね。さらにね、うん。はい。ということで、はい、セ・リーグが44勝、うん、パ・リーグが41勝。うん、ね。また少し。縮まったんですかね。あ、違う、一緒ですね、多分。一緒だね。ね、はいはい、うん、まあ、このどんでん返しがあるのかどうかっていうかね。いや、もう本当今回の交流戦は、まあ、リーグの対戦というか、リーグの、はい、ね、勝ちの数も結構僅差ですけど、うん、この ね、 そうね、チームがどこが優勝するんでしょうか。まあ、単独首位に立ったのはジャイアンツ、うん、ただその単独首位に立ったのはジャイアンツだけども、うん、DeNA が1試合、うん、今日雨で流れたんで、そうなんですよね。でも単独首位でジャイアンツが日程全日程終了したら予備日に DeNA が入ってくる、うん、ただ同率になる確率がある、うん、ね、ここを勝ったら優勝なのか同率なのかというプレッシャーのかかる試合が残されてる、うん、今年のDeNA の進化が問われるゲームになる。今回のこの幸運のゲームが結構な重圧がかかる、そう、重圧、締めたんですね。そう、重圧がかかるようなゲームになってくる可能性があるということだね。ね、まあ、はい、このノーゲームになった試合はね、うん、牧選手とかもうノーゲームってなったらずっとこけまくってましたけど、こけまくるよ、ね、だって2打数2安打1ホームラン3打点だからね、なかったことになってしまいましたが、で加藤豪介も、うん、調子が悪かったんだよね、うん、1打席目ヒットコーンセーフティーバント、うん、で2打席目2点タイムリーヒット、うん、で調子が悪かったんで感じつかんだなって、まあ感覚は残るだろうけど、うん、結果として残らないわけだからちょっと残念だったね。もうなんか良かった分の落差がね、まあ、そうだね、ちょっとね、もう切り替えて、そうそうそう、次に行ってほしいですね。まあカードが変わるからね、うん、切り替えて頑張ってほしいと思います。はい、はい。